バンコク大司教区バンコク大司教区はタイにある広塚佐教区。1662年に発足したサイアム大牧区が前身になっている。その後、1841年にはサイアム東方大牧区、ナコオンナーヨック県を管轄する。また会組織として以下の5つの教区を持つ。バンコクにおけるのカトリックコミュニティの中心的。 存在であるアサンプション大聖堂司教座聖堂は、バンコクのアサンプション大聖堂、以下、司教代理であるが、名義司教の地位を持つ。ありがとうございます。